神秘は林での破壊力に対するみんなの反応。 QED 分析通り。騎士官のあるポーズ。スーパーヒーロー着地だ。ポニテで解決できなさそうな毛量だったはず。多分タキオンが何とかしてくれたんだよ。むほほほほ。もうちょっとタイツ部分を増やすのはどうかな姉貴。こう見るとロボってよりタイマ人だな。勝負服イベで切れ物もらえたんやが。まだ序盤やけどシンシナリオは姉貴がだいぶメインで嬉しい。ああ姉貴の笑顔が最高すぎる。サラサラヘアーになっちゃうの姉貴？多分半日もしたらもじゃもじゃになってる。サイリはもしかしてタイツ生地を被せれば谷間を出していいことに気づいてしまったのでは？タイツなんぞなくても谷間全開だったサンタ林秀を忘れたか。林秀に大魔人の資質が。シンフォギア味もある気がする。悪なのに悪いことできないマリアさんみたいな。並べてみたらブライアンが思いのほかちいちゃかった。あの太ももガーターがなくなったことだけは残念だよ。名称不明の黒ライン好き。なんだこのスマルベナベルトは。ガーターベルトとはちょっと違う感じだな。ファイオツが喋ってる。紫の光は妖艶さを感じるなぁ。これをメガネ枠に入れるかどうか悩んでいる。ああ姉貴の笑顔が最高すぎる。姉貴は、ロボなんだろ。この衣装のひらひら、なんか鉄壁じゃない？これがロボット工学の英知か。こんな格好の娘が里帰りしたらお父さん腰抜かしちゃうよ。この姉貴はスパッツが見えてるだけなの？それともワカメちゃんなの？あーダメダメ。むう、ハイレグ衣装。太もものむっちり感最高だろ。今回ウマ娘始まって以来のちょうど丸ケベ衣装じゃない？なんでぴったりスーツなんですか？林ではケツをもっと出した方がいい。まずい引きたくなってきた。長距離専門専攻なんて微妙な気しかしないのに。大変けしからんがワイはサンタ林で押します。お前ら本当にちょろいな。まあ俺は引くって決めてたし。大魔人っぽさを感じてしまった。まあ今となっては大魔人も健全化したし問題ないな。大魔人姉貴はいいぞ。絶景だ。大ママ人との長距離対決が楽しそうだ。なに、12月の有馬ちゃんには大魔人姉貴と大魔人でチュネデに枠出走させていいのか。しかしこの姉貴、メガネ感なくなっちまったな。いっそのこと取ったら良くなるんじゃないか？そんな、サラサラヘアーは引退後だって言ってたじゃないか。さすが最新の電動ブラシはすごいな。電動ヘアブラシってそもそも何なのよ、あの子のふわふわを奪わないで。超音波ブラシという隠しはある、カラーとかパーマの薬液の浸透が良くなって絡んだ髪もスーッとほぐれてまっすぐになる。絶対に髪をサラサラする電動ヘアブラシ VS 絶対にサラサラにさせたくない日本ダービー優勝馬娘。ブライアン心配するな、姉貴の髪はそんなにやわではない、2時間もすれば元通りだ。ちょっと待て、スーパーヒーロー着地だよく見とけ。膝に悪いと有名なスーパーヒーロー着地か。でもアイアンマンが一瞬逆噴射してズザーってやるのかっこいいんだよな。ちなみに今回の林秀とブルボンとネオユニで、後ろから拝みたいトリオが実装されました。あとはわかるな？ボーステルスゲイのサイボーグ化したライデンが浮かんだな。情熱的知性派が性的な文字列に見えてきたからメガネ買いに行ってくる。内ももに生地見えてるからスパッツなのかと思ったら、なんかすんごいインナー履いてない？大魔人姉貴にブレイズのライブをやってもらったら最高だったわ。やっぱこれ大魔人だよね。実際には大魔人って超優秀らしいな。せやで、デバフモリモリにしないとどうしようもない化け物なんやで。戦闘能力に全振りしてるからビビるくらい強いぞ。大魔人人気すぎー。SF っぽくすると大魔人になってしまう問題。もしかして姉貴って可愛い？ホームで背中見せつけてくるのとてもよろしくない。髪のもさもさ感が少なくなりメガネかけてる感も薄くなり、これじゃただの美人じゃん。長距離先行組は大魔人という風潮。スタイルがいいのも困りますわね。朗報、メジロマックイーン、大魔人の素質ありだった。
おいおいまたデコルテ黒メッシかよ。そんな簡単に釣られてたまるかよガチャガチャ。ライツ博士の用意した衣装がこれだもんな。博士の壁がわかる。メガネの存在感がなさすぎる。トルカもっと濃い色のメガネをつけるかしてくれ。でもサイバーなメガネをかけるとサイクロップス姉貴とか言われそうだし。なんか見覚えのあるスーツだと思ったらドルフィンウェーブの汎用バトルスーツだ。この着地の仕方はヒーローっていうより悪の怪人じゃないですか。最近のサイゲはアニメで追えば解放してもええやろと思ってる節があるな。なんか違和感ある思ってたら髪がストレートになってるからか。猫マヤのスルーしちゃったから長距離キャラは引いておきたいなーって個人的には思ってるけど早日で引く？サポカの結果次第かな。余裕があれば引きたい。強いけど逃げ多いと勝てないからなー。自分が逃げ使う気ないならいいと思う。キャラにこだわりなくて長距離先行やりたいなら必ず引けな性能。早日では通常とサンタがもういるからおはガチャだけ。姉貴なのに髪がもじゃもじゃしてないから引かない。メカメカしい衣装に魅力を感じないから引かないかな。俺は石油王、すべて手に入れてこそ石油王。今回も無料下駄があるからサポカを優先する、つまり引く余裕がない。今回はシャカールの方が優先かな。逃げがうじゃうじゃいる時点である程度順位条件緩和されようがきついのがなぁ。継承がなぁ、パッと見強い継承になってくれそうなんだけどしょっちゅう効果が消えっからなぁ。ものすごくだからガローと同じパターンな気がする。廃人は手に入れてから考えるんだよ。シャカールガチャでうまくいけば引くが多分そうはならんので無理かな。今石を使うくらいなら今後どっかで出る強めのサポカとかキャラに使いたい感ある。環境を作るキャラじゃなくて環境に左右されるキャラなのがね。うちの長距離の手駒がガロー忍者ダイヤ前職黒北さんくらいなので石に余裕あれば引く。ずっと待ってた強強最推しなので引かない選択肢がない。早日で大好きだから引く、たださぽとの兼ね合いが。先行が順位条件消える購買率加速使えるようになったのは普通に怖いのよね。もし運良くおはガチャで引けたら3枠目に入れたい。固有の順位条件が気にはなるものの、怪物スピナリブなしで長距離先行を使うなら引くべきな気がする。見た目は完全に好みなんだけど、スキルが完全に長距離専用なのがな。サポカ関係なく早日で大好きなので必ず引く。推しなんで引きます。人権スタミナサポカはなんとかなるでしょ満身。俺の推しキャラだから引く鋼の石。推しなら文句なしに引ける性能ってのは羨ましい。そこに推しの新衣装がある、理由はこれでいいか？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。